こんばんは。今日は2021年2月20日土曜日です。今夜も YouTube で無料占いを受け付けてます。占いしたい人はお電話、Discord、Skyphone、LINE、Signal、Viber、WhatsApp、Skype、Instagram、Second Life などで音声通話で呼び出してください。チャットで占いたい人はセカンドライフの方に来てください。はい、今日もやりますよ。カメラの位置直すの忘れた。あ、カメラというか今日はマイク、いつもマイク使ってないのよ。いつもはこのマイク使ってるんだよね。ちょっとこれ接続せずに、私のテーブルの上に置いてある、なんていうのかな、サウンドデバイス、 USB サウンドデバイス、サウンドユニットのようなものに内蔵されているマイク、それに向かって喋ってます。まあマイクは私の、まあ、この角度から言うと45度ぐらいの角度斜め左側に置いてあるんだよね。距離にして50センチぐらい、50センチぐらいの距離のところに置いてあるマイクで喋ってるので、まあいつもと聞こえ方は違うと思うけどね、クリアーに音を拾ってるかどうかはちょっと分かりませんが、どうですかね。例えば音量が大きすぎるんであればちょっと小さくするとこんな感じで少し小さくなったと思いますけども、こんな感じすると少し大きめになります。どっちのが聞こえやすいかな。とりあえず私の目の前というか画面上の音量メーターがあまり大きくなりすぎない程度のレベルには調節してるつもりですが、どうですかね。あとノイズリダクションっていうノイズをカットする機能は使ってないので、多少ねパソコンのノイズが入ってると思います。さーっていうような感じね、ザーとザーみたいな。ノイズリダクションを有効にすると、あ、今ノイズリダクションを有効にしましたね。静かにしてるときにノイズが聞こえづらくなると思います。で、これを無効にすると、はい、今無効にしましたが、ノイズがね、少し入っちゃうんだよね。なぜ無効にしてるかというと、この内蔵のマイクを使うときは、ノイズリダクションを有効にしてると、なんか、その、音が途切れがちになるっていうかね、ちょっと不自然な音になりがちなので、無効にしました。いつもね、さっき、こうやって持ってきたマイク、いつものマイクなら、ノイズリダクションを有効にしておいてもね、問題ないんだけど、内蔵マイクがちょっと、都合が悪い時が多いので。この時間はもう私のティータイムだよね。まあ、目的はただただ占いをしたいというだけなんだけど、お客さん来ないので、ちょっと前、コーヒーを先飲もう。コーヒーを全部飲んでから。セカンドライフの誰が来てんのかな。今私の目の前ね、こうやってミニマップのところに誰か人がいるみたいだけど、
客さんというわけではないか。周辺で、例えば今、このフレンドのね、フレンドじゃないや、セカンドライフの、周辺にいる人のレーダーみたいな機能があってね、まあ、ミニマップがここにあるんだけど、近くにいる人の名前が出てくるんだよね。今、シャドっていう人とボフィ。で、なんだこれ、何のマークだ？ちょっと、よくわかんない。多分これが、この緑色のが、ボイスチャット。ボイスチャットの、ボイスチャットができるっていうマークだと思うんだけどね。違うのかな？こっちか。こっちがボイスチャットかな。ちょっとこのアイコンの意味はよくわかんないんだけど、これなんだろう。四角いのと緑のがあって。で、おそらく、あ、これがボイスか。ボイスだから。これね、ちゃんと説明は書いてないからわかりづらいよね。この名前。これはボイス。そして、同じ地域にいる人は緑。緑黄色。黄色？入力している人、座っている人、支払い情報、ノートがあります。年齢、あ、年齢ね、何日ってことかな。で、距離。距離は何メートルってことだね、これね。結構細かい情報が出るんだよね。で、意外と近くには2人しかいないっていうね。多い時はずらずらずらって出てくるんだけど。あとは、まあ、今見れるのはここぐらいか。フレンドはプライバシーに関わるのは見ませんが。なので、ここにボイスのマークがあるってことは、私が今ここで喋ってると、あっちの人には聞こえてるってことだよね、シャドウって人に。日本人なら反応するかなとは思うけど、日本人じゃないのかな。ちょっと聞こえてても聞こえないふりしてんのかな。いや、戻ろう。まあ、こんな感じで、私、セカンドライフの中でもずっと喋ってます。なので、この辺に来れば、この辺の広場に来てれば、私が喋ってるのを聞くことができます。ライブ配信のね、YouTube で視聴しなくても、このセカンドライフのこのね、空間に来れば。まあ、これある意味クラブハウスと一緒だよね。ここに誰かいて、で、ここに来れば自然とお話ができちゃうっていうね。そういうもんです。はい。同じとか言ってるけど、クラブハウスのことよくわかってないけどね。コーヒーまずい。美味しいコーヒーが飲みたい。ちょっと、カメラの角度を変えたいんだけど、私が力を抜いて座ると、背骨伸ばしてるときはこんな感じね。ピンと背骨を伸ばして。まあ、椅子の高さも調節できるから、ちょっと高めにすると、椅子の高さ高めでピンとするとこんな感じで、高さどれくらいちょうどいいんだろう。もうちょっと上がいいのかな。あ、これは下すぎる。これぐらいかな。これぐらいの椅子の高さで、で力抜くとこんな感じ。まあ、姿勢の悪い状態ね。あまり姿勢の良い状態ではないけど、力抜いた。これちょっと下すぎちゃうから、まあ、できればまあ、もうちょっとあと5センチか10センチ。角度を下に下げればいいんだよね。どうよ。これぐらいが、これぐらいちょうどいいでしょ。こんなんライブ配信始まる前にやっとけってね。
前回は、ペヤング極激辛カレー焼きそばを食べたわけですね。まあ美味しかったってことにしておきます。だからあれを、まあもちろん辛いは辛い、確かに辛いね、その辛さを全然感じないとかね、なんともないってわけじゃないけど、あれを食べ、まあね、YouTuber の人たち の、 そのリアクションとかね、見てると、まあ辛いというリアクションするんだけど、だいたいもういやいや食べてるっていうふうにしか見えないんだよね。それ良くないよね。いや結局、まあ、ほとんどの人はね、まあ、たまには美味しそうに食べてる人はごくごくもう稀にいるけど、ほとんどの人はまずそうに、ね、嫌そうに、もう食べるの嫌だって感じで食べてるし、最後まで食べきれずにやめちゃうっていう人もいるよね。そういうの良くないよね。まあ、まずいのは、まずそうな、まずいっていうか、まあ、味の好みは人それぞれだからね。まずいっていうのも、まあ別にいいけど、それはもうほとんど、分かりきってるっていうか、分かってて食べるんでしょ？大体ね、YouTuber の人たちは。だから、もう最初からなんかもう、嫌だっていう感じで食べるっていうのは良くないよね、なんかね。うん、ましてや、残しちゃうとかね、食べないっていうのも良くないしね。うん、どうせ食べるなら美味しそうに食べてほしいよね。まあ、その、あんまり他の人が、そうね、こう、紹介してないような食品を紹介するっていうのはまだ、ね、まあ、わかるよ。ね、リアルなレポートをするっていう意味でね。ただ、ごく激辛の場合はもう、大体わかってるわけじゃん。大体他の人がどんなリアクションするかって見てきた上で食べてるでしょ、あれはね。同じ商品でなくても、同じような激辛の、ね、商品とか、そういうのを、YouTube で食べるのは流行ってるから、そういうのを見てきて食べるわけだから、まあリアクションのパターンとしてとか、真似をしてるだけなのかな、結局みんな。他の人がやってるから自分も真似してやろうって言って、それただ真似して食べ、まあ要は何、お決まりのパターンのこと、なんて言った、まあいいや。そういうのがあって、ね、食べますって言って、ね、で、作って、で、混ぜてる間に、もう辛い、もう辛いって、ね、必ず言うわけだよね。で、大体食べる前にこんなの用意してありますとか言って、ヨーグルトだのね、お茶だの何だと用意してありますって言って、で、食べる前にヨーグルト飲みますとか言ってね、胃を保護しますとか言って。準備万端すぎるんだよ。そんな準備ばね、して、うん、もう安全っていうか、その保険をかけてやっても面白くないでしょ。そんでも、まあ、なんかみんなそれやってるし、みんなやってるわけよ。だから、それを真似するわけよ。真似して。ね、みんながやってること真似してやるのは面白いのかどうなのか知らないけどね。っていうか、みんながやってるのを見て、羨ましいと思って真似しちゃうのかね。無意識に真似しちゃうのか知らないけど。で、食べ始めたら、まあ、とにかくリアクションは辛い。それだけ。もうダメ。ね、涙出てきた。汗かいた。それで終わって、ね、途中で、もう一口食べてもうダメだって言ってね、食べなかったりとか、もう最後まで食べるにしても泣きながらね、すごくもういやって言ってね、もういやいや食べてる、そんな映像ばっかり、そういう人、それを見て、真似をしたいって思うのかね。なんか同じリアクションばっかりなんだよね。
まあ、それを、それに対してなんか私が違うことやろうと思ってやってるわけでもないし、私は別にその、なんだろう。まあ一応私も真似をしてみたっていうところはあるよ、多少は。ね。っていうか、まあ、皮肉だよね。みんなこんなのやってるから私もやってみようかと。やったらどうなるのかなと。で、私は、まあ、一応素のリアクションだから、結局ノーリアクションに近かったけどね。面白く見せようっていう気持ちもないし、かといってその、無理して我慢しようっていう気持ちもないわけ。辛ければ辛いでね、ちゃんと普通のリアクション取ればいいと思って食べ始めたけど、意外にどうってことなかったのよね。まあ、もしかしたら、極激辛カレー焼きそばは、以前に食べた、普通のノーマルとも言えないけど、極激辛焼きそば、ね、カレーじゃない方の極激辛、あっちの方が辛かったのかもしれない。実際食べ比べしてる人も、極激辛の方が辛いって言ってる人もいるようなので、ね、私だいぶ前に食べたか覚えてないけど、やっぱり最初に極激辛食べた時は、まあ、若干パニックに近かったからね。リアクションはそれほど、まあ一人で食べてたからってもあるけど、その大げさなリアクションにしたら取らなかったけど、でも、まあ、食べるの相当ちょっと、何パワーが必要だったっていうか、ね、結構大変な思いで食べたような思いはあるけど、その時のことを思うと今回のカレー味は意外とどうってことなかったのね。慣れたってわけじゃないと思うんだけど、だから辛さが弱くなって逆に旨味が増してるっていうか、美味しさをやっぱり表に出してくれたんだと思うね。ペヤングのね、メーカーの作ってる人たちはね。だから実際美味しいと思ったしね、その辛さでもだえ苦しむってことはまずなかったよね。今回本当にだから美味しいし、辛さも苦痛ではなく爽快さだよね。爽快な辛さだったから、まあ私としては普通の、まあ面白おかしくリアクション取ろうとも思えばできないことはないよ。ね、そのまあちょっと面白い人を演じようと思ってね、辛いよ辛いよってね、その面白いオーバーリアクションしようと思えばできたかもしれないけど。まあそういう意図もなく、ただ普通に食べようっていうだけで食べてたら別にどうってことないっていうね、そんな感じで終わったんだけど、まあそれが普通なんじゃないの。まあ私は別に YouTuber 的な食べ方をしようとは思ってなかったような感じなんだけど、だからって言って、そのやっぱり YouTuber で極激辛食べてる人ってみんななんか似たようなことばっかりやってるよね。だからこれがウケるっていうパターンがあって、これは面白いってね、そういうパターンがあって、そのパターンをまあ模倣することで、まあ、視聴者を喜ばせようっていうかね、グッドを押してもらいたいっていう、そういう魂胆なんでしょ多分。だからみんなとにかくグッドね、いいねとかグッドを押してもらうにはどうしたらいいか、あるいは視聴者をね、いかに増やすか、ね、チャンネル登録者をいかに増やすかっていう目的を第一に考えて動画を作ってるから、ああいうリアクションの動画なら受けるって分かってて、だから受ける動画は真似をしたがるわけだよね、結局ね。で結局だからその、極激から真似すれば受けるだろうなと思って、そういうことばっかりやるんでしょ、ね、実際私のその、極激辛食べた時の動画の視聴者数は全然伸びてないから。ちょっと今確認してみるけど。全然伸びてない。今25人しか見てないもん。2日前にアップした動画だけどね。もうこんなの誰も見てないと一緒だね。自分で1回か2回ぐらい見ちゃってるからね。
だから25回のうち、まあ5回ぐらい自分で見たとして、20人ぐらい、20人は見てないよね。一人で1、2回ぐらい見る可能性があるから。ね。ほとんど見てない。誰も見てないと。ちなみに最近で一番多く視聴者を、まあ私の動画で一番多かったのは、楽天ミニの通話音質をチェックするっていう、その動画ね。それ今、それが日付が、公開日が2月17日になってるから3日ぐらい前だね。3日前の公開で、188人。ね。いわゆる YouTuber の人たちからしたら、クソみたいな、言葉悪いか。ゴミみたいな、ね、視聴者数だけど、188人なんて。だけど私の、昨日アップしたペヤング激辛、僕激辛焼きそばの動画はまだ25人しか見てないと。その前の18日に公開した口内炎だけどペヤング僕激辛食べるっていうね、その予告編の動画は30人。30人しか見てないのよ。で、その前のさらにチョコレートとカカオポリフェノールがどうのこうのっていうのも33人。だ結局で100人行くってことはめったにないね。50人すら行かない。それだ、まあそういう私からすれば188人見たっていうのは多い方だよね。だから、まあ多くてまあ180、多い時はそのぐらい行く時もあるけれども、それに比べたら、ピアング極激からね。YouTuber の定番のネタをやってるにもかかわらず25人しか見ないという。わけわかんない。なんでこうなるんだって感じだけどね。だからタイトルだけでは釣れないっていうこともあるから、あるんだろうけど。まあ実際、その YouTuber 的なリアクションを期待して見た人からすればがっかりする内容かもしれないので。見なくてもいいけど、はい、ちなみにそのちょっと変わった現象として一番最近でね視聴者が多い楽天ミニの通話音質をチェックしてる動画、この動画今視聴者は188人なんだけど、いいねを押してくれた人、高評価の動画、高評価は4人いるわけ。まあ4人も いるかどうかわかんないよね。まあいるかいないかぐらいで4人じゃ。もういないのと一緒。まあそれでも4人いると。それに対して YouTube はこのね、バッと、ね、良くないっていう、ね、親指下に向けた良くないっていうボタンもあって、これも押せるんだよね、YouTube はね。これの数が9人もいるから、今。グッドが4人しかいないのに、バッドが9人だよ、ね。たまに私の動画でもね、ちょくちょくいいねがつくことはあるけど、まあ、いいねの数に比べてこのバッドが多いとはそんなにはないよね。まあ、あるのもあるかもしれないけど、でも、ここまで極端にね、2倍以上だよね。2倍以上このバッドが多い動画って珍しいよね。まあこういう恥ずかしい動画は本来ね消したりするんだろうけど、あえて消さずに、残しとくっていうか、まあもっとむしろもっとこれバッドが伸びればいいかなぐらい思ってるよね。まあ いろんな理由はあるだろうけど、おそらくあのこういう IT 系のね、あるいは携帯オタク系の、いかにもオタクっぽい動画を期待して見に来る人っていうのは結構いるわけだよね。まあオタクっぽいって言って悪いけど、ガジェット好きのね、楽天ミニとか、その携帯、スマートフォン、そういうものが好きな人が、ね、興味を持って見に来る。そういう人からすれば、この動画の冒頭では、なかなかその本題入っていかなくて、半分ぐらいは、私の占いのお仕事の話とかね。そんなことしてるから、なんだこいつ、なんだこいつ、なんだこいつってね、ムカついて、このバットを押したのかもしれないけど、まあいいですよ。やりたきゃいくらでもやってくださいよ、これね。もうむしろ、そういうリアクションの方が面白いからね。
まあ、でも実際にこの音質をチェックしてる部分に関しては、まあ、多少この間延びしてる部分はあるよ、ね、話す時間が長いとかいろいろあるけど、割と、なんていうの、ちゃんときちんとした検証をやってるからね、他の人はなかなかやらない。で、音質のチェック、音質がいいかどうかっていうのは、大体ほとんどの人の動画は自分の感想で音質はいい方ですよとかね、音質は悪くないですよとか適当に自分の感想で言ってるだけでね、実際の喋ってる音声を、動画の中でね、配信してるって人はほとんどいないんだよね。そういうことをきちんとやってる動画って意味では、私の動画はすごく利用じゃないな、まあ、そういう検証のその価値があるわけだよね。だから本来であればめちゃめちゃグッドなはずなんだよね。でもそこまでたどり着けないっていうか、ね、1時間以上、しかも 1時間以上あるね、1時間8分もめちゃめちゃ長い動画で、その半分ぐらいから検証が始まるから、その前半の部分でもうね、嫌気がさして、ね、本題に入る前にこれやろうって言って、ね、バットをして帰るとおそらくそういう人がほとんどなんだろうなと思います。だから、まあ、こういう、まあね、その、実験系の、うん、ね、そういう、情報系、まあ、情報はね、できるだけ短時間で情報を得たいっていう欲求もあるからね、そういう動画に関しては、極力短めに作るべきだよね。5分とか10分でね。それを1時間8分も長時間で作ってたら、それはちょっとね、受けが悪いのは仕方がないけど。いいんです。そういう世間の受けを狙って作るわけじゃなくて、ね、自分の作りたいものしか作りませんから。ね、だから、まあもちろんね、世の中に合わせて生きるってことはすごく大事なことだけど、そのせいで自分を押し殺してね、やりたいことをやらないっていう生き方は、いつか後悔することもあると思うんだよね。必ずしも全てそうとは言い切れないけど、ね、できるだけ自分のやりたいことをやる、ね、やろうと思ってることをやる、ね、そういう積み重ねが私大事だと思うんだよね。だから何でもかんでも世間に合わせればいいと、そんな風には思ってないよね。まあそのせいで私の動画はいつも30人とかいうね、25人とかその程度のアクセスしかないというね、現状に陥っておりますが、ちゃんと見てもらうと実はすごくいいこと言ってたりするんだよね、自分で言うのなんだけど、うん、だからまあ詳しすぎるにせずに、まあ、別に動画を見ろとも言わないけどね、その見てほしいと思えるほどの動画、その全部が全部そういうわけでもないからね、まあ、でもなんていうかな、短めの動画のそういう、ね、手軽な動画ばっかり見てるよりは、こういうちょっとめんどくさい動画をね、たまには眺めてみるのがいいんじゃないかなと。まあ、今こうやって私が喋ってることだって、ね、全部無駄なことしか喋ってないから。だから今日の動画はもうね、別にどうでもいいんだね。ということで、ペヤングの話も終わり。あ、そうだ、終わりじゃないんだ。食べましたっていうのはいいんだけど、ね、じゃあその、後日なんだよね。だいたいその、ペヤング極激から食べた後は、まあ、その日の夜からもね、腹痛で、ね、大変だったっていうエピソードを後でね、付け足したりとか、翌日はもうね、お腹壊して、ね、何度もトイレ通いましたって大変だったとかね、ただお腹壊しただけじゃなくて、ね、まあ、要は、その、出てくる部分ですね。肛門のあたりがね、火を吹いたと。ね。辛味成分がまだ消化しきれずにね、肛門から出てきて、大変な目に遭ったみたいなね。そういう、後日談としてのエピソードもまた面白おかしくね、付け足してある動画。まあ、動画内で付け足さなくてもね、コメントでそういうツッコミが入ったりとか。そういうのがあるんだけど、残念ながら何の、エピソードもありません。夜中にお腹が痛くなることもないし、翌朝ね、まあ下痢とかそういうことでお腹壊すこともなく、
体調に特に変化があるね、出ることもなく、良くもならないし悪くもならないしね、でお尻がね熱くなって、まあ、お尻が辛くてなんて言ったの痛くなったりすることも一切なく、なんともないまま2日経ちました。なんともないです何にも言うことない、ね、食べる時もリアクションないし、終わってからもリアクションないんです。私のボディには本当に食べたのかってぐらい、なんでかわかんないよね。まあ昔はそういうことよたまにあったから、だから辛いものを食べれば翌朝とかにね、まあ肛門のあたりが熱くなる、痛くなるってことは経験がないわけじゃないか。そういうこともあるんだなとは知ってるけど、でもほぼ今まで最強に近いこの辛さの極激辛カレーとか極激辛のね焼きそばを食べたにもかかわらず、意外となんともないと。だからこのペヤングで使用している辛味成分っていうのは肛門に来ない辛味成分なんじゃないかなと私は思ってるんだけど、少なくとも私の体質においてはそういうことはない。お腹の中ですべて消化されてしまいます。まあどういうことか分かんないけど、エピソードはありません、ね、せっかくネタを作ったのに面白い話一切ないというね。まあなんかその辛いもんはまあたまにねそういうこともあるって知ってるけど、あと緑黄色野菜みたいなもの、キャベツみたいなものを大量に食べたりすると便がね、翌朝の便が緑色になるとか、そういう経験はたまにあるけどね、食べたものによって便の色が変わると、そういうこともまああるにはあるんだよねそういうエピソードがあれば面白いんだけど、今回何もない。以上、ペヤングああでもね、だいたいこれ食べた後もう二度と食べたくないっていう人多いけど、私はまた食べたくなって、その、ね、コンビニじゃないや、ドラッグストアに行ったらね、そのペヤングやゴンゲンからカレーのね、カレー焼きそばのこの前食べたやつを買ったお店に行ったら、もうね、また売ってたわけ。私の近所ではその店しか今んところ売ってなくて、でそこに行って最初に買った時は確か170円ぐらいだったと思うんだよね。180円ぐらいかな、うん、まあ、税込み100円、200円以上いってたんじゃないかなと思うけど、まあ、178、9円か8円ぐらいの値札がついてたような気がする。でこの前行ってね、まあ、食べ終わった後、昨日かな、昨日お出かけして同じ店に行ったらまた売ってたんだけど、今度は128円ぐらいでは売ってて、50円ぐらい値下げしてたんだよねこれは買わなきゃ損だと思っちゃって、ついつい手が出そうになったけど、今回は買うのやめました。もうまだ食べたいっていうね、そういう欲求はあるんだよね。美味しかったから、それが普通に、まあ、若干中毒気味になってね、依存症が出て、もう一回食べたいと。そういう気持ちがあって、手が出そうになったんだけど、ちょっとやめとこうと。まあ、いくら自覚症状がないとしても、連続で食べるのは体に良くないだろうと、普通に考えて。自覚症状なくて、それ食べてるから口内炎とかなっちゃうんだと。そう思って今回やめました。まあ、せっかくね、安くなってたんだけど、128円ぐらい安いんだよね。多分、今までで一番安い値段だと思う、それぐらいが。でも、次に見かけて買わずに済むかどうか私には自信がないです。っていうのは、その実はね、またちょっと違う話なんだけど、そのコンビニやドラッグストア、ウェルシアっていうドラッグストアなんだけど、今 auPay のキャンペーンやってんだよね。まあ、違う話っていうのは、その auPay ね、まあ、スマホ決済の話になるわけだけど、
で、スマホ決済いろいろキャンペーンやってるから利用するっていうのはあるよね。まあ、一番その動機になったのは、PayPay で、PayPay。いまだになんと発音したらいいのかわかんないけど、PayPay。で、あの、PayPay。PayPay でやたらと、ね、20% 還元だのなんだろうっていう、その、キャッシュバックだのね、そういう、大々的なキャンペーンを やりまくって、そんで一気にユーザーを増やしたわけだよね。利用者を増やして、まあ、世間的に話題になったっていう事件一時期あって。ね。まあ、それに関しては私も少しずつ、PayPay を導入、PayPay みたいなね、そういうスマホ決済みたいなものを少しずつ導入していったんだけどね。まあ、無理にっていうよりは、まあ、使えるから使ってみようぐらいだね。まあ、軽い気持ちだけど。ね、PayPay もそうだし、そもそも au なんて au の携帯メインに使ってるからね、もともとそういう au のなんていうのプリペイドカードみたいなものをずっと使ってたしね、au ウォレットって言ったかな、それが au pay に変わって、ね、au pay ってアプリもスマホ決済も使えるよっていう風になって、まあ、じゃあ試しに使ってみようかってことで、aupay も使えるようになったりとかね。で、じゃあそのスマホ決済を使うメリットあるのかと。メリットがなければ使わないんだけど、メリットがあるから使ってみようかっていうふうにはなっただけなんですよね。逆に言うとその、まあそのメリットなければ使う必要ないってぐらいね。全然何のメリットもないのね。むしろデメリットしかない。まあ、いろんなキャンペーンで、ね、20% 後でポイントを還元しますよとかね、そういうキャンペーンをたびたびやるわけだよね。だんだんそのキャンペーンの 数とかその比率は下がってきたけど、まあ、たまにやると使ってみようかってなるわけ。そういうのがない場合は、ほんとめんどくさいだけどね。クレジットカードとか、そういうの、カードがあれば、カードパッと出せば、すぐにお会計済むのに、スマホ決済は、まず、スマートフォンを取り出さなきゃいけない。まあ、お財布取り出すのもね、一緒だから、まあ、取り出すところまでいいと。画面を開かないといけない。ね。まあ、顔認証とか、指紋認証とか使ってる人は、まあ、すぐにパッと画面開くかもしれないけど、そういう便利な機能がない人は、ね、画面をこうね、暗証番号を入れたりとか、まあ、ピン番号みたいなのを入れたりとかね、こう。こうとりあえずなんか操作して、ね、ロック画面を、ロック解除して、それからアプリを起動して、ね、起動するはいいけど、なんとかペイってやたらと重いんだよね。au ペイも、ペイペイもね。起動するまでに何秒か待つ。まあ、これも、その、お会計でね、並んでる時にアプリを立ち上げておけばいいと。ね。でも下手したら、電波が届いてなくて、バーコードが表示されないとかね。そういうこともあるわけ。だから、まあ、電波が完全に届いてないってことはなくても、回線がね、遅くてなかなか表示されないとか。結構めんどくさいのね。この操作はまずめんどくさいよね。とにかく画面に集中してなきゃいけないから。キャーキャーキャーって。ね、カードとかだったらもう財布から取り出して、はい、ですんだけどね。で、お会計するときも、なんとかペイでお願いしますってわざと言わなきゃ伝わらないわけだからね。まあ、カードのときは大体その、ビザとかマスターとかね、まあ、言った方が親切だけど、言わなくてもカードでお願いしますって言えば、大体伝わるんだよね。だけど、スマホ決済の場合は、何々ペイでお願いしますみたいなことを言わないと伝わらないわけでしょ。言わない限りは向こうも用意しないしね。で、こうやって出して。で、決済の仕方も読み込んでもらうのか、こっちが読み込むのかもよくわかんなかったよね。読み込むにしてもちょっとピントがなかなかこれできなかったりとか。まあ、とにかくめんどくさい。こんなもん使わなくていいんだったら使わない、できるだけ使いたくないんだけど、ポイント還元とかのね、そういうキャンペーンやってるから、いやいや使うんだよね。で、そのウェルシア、話戻るけど、ウェルシアでもそのキャンペーン、今ちょうどやってる時期で、
お買い物すると 20% 後でねポンタポイントみたいなのもらえるっていう、確かそんな感じのキャンペーンだけど、だから128円の、ペヤング買えばそのうちの 20% だから24円ぐらい、引かれるから、まあ100円ちょっとぐらいで買えるわけだよね。まあ消費税は別としてだいたい100円ぐらいの価格に下がるから、まあ今は買うのはものすごくお得な時期なんだよね。だからで私もお得だから積極的にウェルシアに通ってねお買い物するんだけど、まあまんまとハマってるんだけどねそういうキャンペーンがあるとお店行くけど、だからそういう安いお得な時期だからこそ、もしかしたら次に行って同じぐらいの値段で安く売ってたら気持ちが折れて買ってしまうかもしれない。また買ってきて、まあ、今度はさすがにライブ配信中にはやらないけど、一人で食べるかもしれないけどね、またペアの一人で極力からね食べて、一人で汗かいてもらえてる可能性はあります。その au pay のキャンペーンは今ね実、ウェルシアっていうドラッグストアと、あとその近くにあるカインズホームっていうね、そういうホームセンターみたいなお店、その2カ所しかないんだよね、私の近所ではね。それ以外は特にない。まああったとしても私の家全然行かないようなお店ばっかりだから、使えるところはごくごく限定されちゃうのよね。でそのお店はそんなに安くはなかったりするから、カインズは安いんだよね。安いけど買いたいものがあるわけじゃないから、ね、今買わなきゃ損だと思って買うと結局無駄遣いすることになると。だから結局キャンペーンあろうがなかろうがどうでもいいんだけど、まあそのスマホ決済 au pay とか、そう最近はだからこの楽天ミニをね買ったから、楽天ポイントとか楽天ペイみたいなアプリが入ってるわけだよね。入ってなくても入れたのかな自分で楽天、まあ楽天のねサービスだから、どうせなら楽天のねその楽天ポイントとか楽天ペイみたいなものをできるだけ使いたいなと思ってね、今ちょっと準備してるけど、いざ使おうと思っても楽天ポイントなんて私の住んでるところで使える場所なんかファミリーマートしかない。ファミリーマートは普段全く行かないから、1年に1回行くか行かないかぐらいてか行く用事は何もない。たまにだから行くとしてもお買い物じゃなくて ATM を利用するとか、あとは Amazon のね荷物を取りに行くとか、ね、コンビニ受け取りみたいなそういうサービスを利用して、そのファミリーマートを指定しておいてそこで受け取るっていうね、そういうことをたまにやるけど、それ以外でお買い物することはない。ほとんどお買い物してない最近、もう何年もしてないファミリーマートでは。そこでしか楽天ポイント使えないし、じゃあ楽天ペイ、楽天ポイントってのはポイントカードで、楽天ペイはまたね au ペイとかペイペイと一緒でスマホ決済なんだけど、楽天ペイだって使えるとかそんなにないよね。最近ちょっと増えてきたけどね、ドラッグストアとかさっきのカインズホームとかでも使えるようになったとか言ってるから、まあ、使える場所はあるけど、じゃあお得かどうかって全然お得じゃない。キャンペーンほとんどやってないし、まあ、ポイント的に若干ね他のに比べてね、キャンペーンがない時であれば使ってもいいんだけど、実は楽天ペイでお買い物してもお得なことは何もないのよ。 1% ぐらいポイントがつくらしいけど、その 1% だったら楽天のデビットカードもあって、そのデビットカード使えば同じ 1% だから、カードの方が便利だよね。さっき言ったように。スマホ決済なんかめんどくさい。やはりね、こう決済自体はめんどくさいから、結局カードの方が便利だと思ってカードを使うことになるからね。楽天ペイは使いどころはない。だからキャンペーンでもしね、お得な時があれば使おうかなっていうだけのことであって、それ以外では一切使いどころがないのよね。まあ、
入れておいてそういうキャンペーンに備えるぐらいしかないからっていうことで結局使うタイミングがない。スマホ決済で普段から使ってて便利っていうのは一切ないのよね。ただただキャンペーンがあれば使うというだけ。それだけ。キャンペーンのためだけにスマホ決済を使ってる。それ以外で使う理由は一切ないよね。キャッシュレスにしてもデビットカードとかで全部済ませられるので、私はそれでやってます。それ以外ない。電子マネー的なもの、電子マネープリペイドカードとかね、そういうような感じのものはお店専用のものをたまに使うけど、メジャーなものは使ってない。スイカとかナナコとか ID とかクイックペイとかよくわかんないけどなんかそういう、いろいろ 全国で使えるようなメジャーな、プリペイドカードだとか電子マネー的なもの、ね、そういうのいろいろあるけど、それはほとんど使ってない。こう楽天ミニにもお財布携帯みたいなね、 NFC とかお財布携帯とかそういう機能がついてるらしいけど、普段使ってないから何の意味もない。お財布携帯機能だったらこっちの携帯にもついてるからね、うん、使う気があればこっちで使ってたけど、使う場所がないので使わない。まあ、お財布携帯は便利らしいけどね。クレジットカードよりもおそらくほんのちょっとぐらいスピードが速くなるぐらいな。その程度のメリットあるみたいだけど。私、電車とか乗らないからね。うん、スイカとか関係ないし。なので、もっぱら、キャッシュレスって言ったらデビットカードとかね。ビザ、マスター、JCB のカードとか。あとは、ね。お店専用のプリペイドカード的なもの。で、現金はもう持たなくなりました。現金持たなくなって、1年以上そんな生活してると思うけどね。現金は持たなくてももう全然不自由しなくなったよね。もちろん必要な時であれば ATM 行って下ろせばいいだけのことでね。必要でなければ持ち歩く必要は全くない。そういう生活ができるようになりました。あと、まあ、コンビニの話ね、さっきファミリーマートしかないとか言ったけどね、楽天ポイントじゃあファミリーマートっていうかコンビニで何買うかって言っても、コンビニでお買い物するととにかく高いだけ、何の利用価値がない。だからみんなコンビニ便利だって言ってコンビニが日常的になんか使うようなこと言ってるけど、私コンビニに買い物することなんかまずないからね。もう何年もコンビニに買い物してないよ、本当に。お金損するだけだ。何が便利だって思うよね。ただ行かないわけじゃなくて、そのインターネットの代金の支払いとかでね、そういう料金の支払いとかでコンビニ払いがあるからコンビニに行くことは、まあ毎月ね、何らかの理由で行ってるけど、お買い物自体はコンビニで全くしない。コーヒーが安いですよとか言うけど、ね、スターバックスでコーヒー買えるもね、セブンイレブンのコーヒーなら100円とかでね、美味しいコーヒー飲めますよみたいなこと言うけど、100円が高いから。今私コーヒー飲んだけど、このコーヒー一杯何円だと思う？この安いコーヒー、多分これ値段忘れちゃったけど、多分、この一瓶で、400円もしないとはず。400円ぐらいだとして、内容量が 175g。まあ、仮にじゃあ400円だとするよ。500円もしないはず。400÷175g は？で、これを、スプーン1杯 3g だとしてかける3するよね。かける3は 6.8、 まあ約7、四捨五入して7円、ね、インスタントコーヒー1杯で7円、コーヒー代だけでね、お湯を沸かしたりするからガス代とか水道代多少かかるけど、まあ
そのちょっと多めに見積もっても1杯10円もかからない、10円程度しかかからない、100円のコーヒーが安いんですかって、バカバカしい話だね。で、今はインスタントコーヒーだから当然ね、安いって、安いのは当然だと。じゃあレギュラーコーヒーにしたらどうかと。レギュラーコーヒーだってめちゃめちゃ安いからね、一杯作るにしたって。確か 500g ぐらいの粉のレギュラーコーヒーで、あれも400円ぐらいのものがあったから、確かそうだよね。で、一杯いくら作るんだっけ？10g？10g で作るとしたら、500÷400×10÷12。まあさすがに、インスタントコーヒーの価格からしたら倍の、ね、インスタントコーヒーが6円、7円ぐらいだったのが、ね、レギュラーコーヒーにしたら1杯12円かかります。ね、高いです。レギュラーコーヒーは1杯12円です。高いですが、セブンイレブンの100円はどうですか？安いんですか？高いんですか？それぐらいの計算ぐらいできるでしょ？だからもうセブンイレブンとかコンビニでコーヒー買うのもバカバカしいと。ね、どんなに安いって言ったって、家で飲んだ方がよっぽど安いんだから。わざわざ外で飲む理由もないしね。席のない、ね、コンビニでコーヒー買って、でそれをその場で、ね、イートインで飲むとしたら 10% の消費税がかかるから、でもお持ち帰りの方が 8% お得になるわけでしょ。じゃあお持ち帰りしますと、お持ち帰りとか言ってね、まあ、その辺のコーヒーじゃない、公園とかで、ね、公園に座って飲むにしたってね、まあそんなことするくらいだったら、私この水筒にお茶を入れて持っていきます。実際持ってるからね。いつもお出かけするときには水筒にお茶を入れて持っていきます。このお茶、ティーバッグで作るんだけど、この前ね、ナタマメ茶50包で、あれが400円ぐらい、50包で400円ぐらい。計算してみよう。1包でいくらかな？どうやって計算するんだ？400÷50 は1包で8円。8円でだいたいね、この大きめのポット1杯分作るんだけど、そっからちょっとこっちに移すわけだけどね。だから8円のまあ3分の1だと思ってもいいけど、まあ3円ぐらいね。2円か3円ぐらい。2円か3円ぐらいのお茶ができる、出来上がるわけです。これを持っていけばね、これ450ml ぐらいだけど、ね、コーヒー換算で2、3倍ぐらいの、ね、コーヒー、お茶が飲めるわけだけどね。これ持っていけば、ね、コーヒー1杯100円で飲むよりはよっぽどお得だよね。要は節約ってこういうことだよね。ね、安いって言ってコーヒー買うよりは自分でお茶持っていけばいいだけのことだよね。なんか飲みたいになったらね。自動販売機で利益買うとかそんなことしなくても持っていけばいいんだからみんなそうすればいいのよ、ね、節約はそういうことですね。まあコンビニでお買い物する理由なんて一切ないから、いくら楽天ポイントがついてお得だって言っても買い物する動機は一切ないのよね。お得だお得だって言って全然何がお得なのとしか思えないんだよね。ちなみにどんぐらいお得かっていうと、この私のその楽天ポイントカードは持ってなくて、楽天ポイントは以前からね、楽天銀行の口座を持ってて、まあ何か知らないけどいつの間にかついてたりするけど、カード自体は持ってなくて、で、今回ね、初めてこの楽天ミニ、今顔認証でね自動的に開きましたが、初めて楽天のアプリでね、楽天市場のアプリが入ってたから、これ開いてたら楽天ポイントっていうね、ポイントカードっていう項目があって、それクリックしたらなんか
楽天ポイントカードのアプリ入れなくても楽天市場のアプリで楽天ポイントのバーコードが表示されたりね、あと楽天銀行は表示されないか、でそういうね、もう最初は簡単に使えるような感じになってたから、じゃあ楽天ポイントも使ってみようかと、そう思っただけでね、そんな楽天ポイントまで使ってみようなんてことは思ってもしなかったんだけど、ね、これ持ってけばね、先生持ってって楽天ポイントとかってあるんだけど、まずファミリーマートだったら、ファミリーマートってね、お会計するときに楽天ポイントカードのバーコードを表示するわけだよね。楽天市場のアプリでもいいし、まあ後で私実際楽天ポイントカードのアプリも入れたんだけど、アプリ入れてもカードの実物はね発行されないんだよね。ただバーコードが表示されるね。スマホ持ってって、まあ、これ自体もカードみたいなもんだよね。こうやってでね、お会計の時にバーコードを表示して、でピッてやってポイントがつくわけ。その時点はおそらく 1% ね、100円で1ポイントついて、で同時に楽天ペイで支払えば、あるいは楽天ペイなんか使わなくていいんだよね、楽天の JCB のねデビットカード持ってるから、それを出せばそれも 1% つくんだよね。で合計で 2% のポイントがもらえる、100円で2ポイントねもらえるっていうね、まあその程度のお得度はあると。だいたい 1% ぐらいが、ね、そういうカードとかのね相場だけど、まあそれ 2% はちょっと得かなぐらいだけど、その程度、全然お得でも何でもないね。そのためだけにね、高い100円のコーヒー買って、ね、自分で持ってけば数円で済むところをね、90円分ぐらい損をして2ポイントもらうっていうね、そんな馬鹿げたことはないでしょ。みんなそういう考え方を、まあね、まあ私が貧乏人だから言うよね。お金のある人はもっとたくさん買うからお得な感じになるんだけど、たくさんポイントもらえるわけで。私ね、買い物しない人は関係ないか、結局ね。ね、ちょっと日用品とか食料品をちょこちょこ買う程度のね、質素な生活してる人にとってはどうでもいい話だよね、こんなのね。まあなんとなくこうそういうものが身の回りにあるからね、使わなきゃいけないのかっていう気になってしまうけど、無理して使う必要もないみたいな、そんな感じはあるするよね。それに auPAY の 20% のねキャンペーンとかはちょっとお得だなと思っちゃうけど、またチョコレート買っちゃいそうです。気をつけないといけないチョコレート。はい、では今日はここまでということにしておきましょう。この後はいつも通り 3D 仮想世界セカンドライフ、あセカンドライフで無料占いを受け付けてます。同時に Discord の方でも無料占いを受け付けてるので、占いしたい人はセカンドライフまたは Discord の方に来てください。ではまた、さよなら。